鳥の市の熊で和紙宮神社とは、神社の名称。いわゆる、大鳥大社を総本社とする大鳥信仰の神社で、あるが、和紙宮神社は特に、埼玉県久喜市に鎮座する和紙宮神社を本社とする、関東のお鳥様信仰の神社である場合が多い。久喜市の和紙宮神社は、藤原秀里流大田市の大田総宗者であったため、中川流域を中心に、 多数の分社が存在するが、それ以外の地域の和紙宮神社は、前日の通り田の大鳥信仰の神社の分社であり、久喜市の和紙宮神社との関係はない場合もある。なお、西側の荒川流域には、氷川神社、元荒川流域には、久市、伊豆神社、東側、北側の根川、江戸川流域には、香取神社が多数分布している。孔子による和紙取神社や、 カトリ紙神社も稀に見られる。また、宮は神社を意味するため、現代では、和紙神社や日和紙神社を称していても、旧称や通称が和紙宮である場合は多い。例として、東京都台東区の和紙神社や茨城県土浦市の和紙神社、福島県南相馬市の日和紙神社などがある。宗教法人としては全国に和紙宮神社が22社。 和紙谷社が2社存在する。大鳥神社、和紙神社、大和紙神社、日和紙神社も参照。このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味、食能を有する場合の水先案内のために異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んでください。 このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に貼り替えてください。ありがとうございます。